ています。ずっと見てましたよ、さんもね、はい、これから、はい、清水さん魂こもってましたね実況に。いやすごいものを見ましたよ。なんでしょうね、羨ましいです、はい、あ、シャンパンファイトが始まりそうですね、はい、今皆さん確認したのは靴を脱いで会場にいる三上アナウンサーに伝えられます。三上アナウンサーで頑張りを入ったり目指しになったりしています。栗山監督のすぐ近く、選手の中心にはトロフィー、そして鈴木選手と清水選手のユニフォームも一緒に、32人そしてチームスタッフみんなでシャンパンファイトが始まります。鈴木選手、栗林投手のユニフォームもあります。また違うこの歓喜の瞬間ならではの表情。すぐこちらにはシャンパンがもうキンキンに冷えた状態でおよそ100本ほどすごいです。世界一のシャンパンファイトのシャンパンが用意されています。染みそうです、体中に染み渡りそう。お揃いのアイマスクをつけてる、ね、そして選手の中心にはビールも用意されて、シャンパンとビールと、あー大事ですね。やっぱり日本では、ね、伝統的にはビールかけですよね。そうですね、ビールかけなんですけど、やっぱりね、アメリカ行ったらやっぱりシャンパンじゃないですね。高橋選手、アメリカだと高橋宏斗選手未成年ということで、え、そうか、20歳じゃないですか。アメリカだと21から脱走ですというのが高橋宏斗選手確認しました。残念、かわいそう。それぞれ今ヌートバー選手と大谷選手は自身の携帯電話で記念写真を撮ります。そしてもう、あ、もう喉が渇いてる選手はビール飲み始めてますね。乾杯前にフライングしてますね。もう歓喜の一杯が始まってます。ダルビッシュ選手ももうビールを飲み始めて、これからビールかけそしてシャンパンファイトが始まるというところです。コーチたちも揃ってきてシャンパンを手にしました。この中で言うとシャンパンファイト、 WBC でのシャンパンファイト経験者はダルビッシュ選手のみ、それ以外は初めての WBC でのシャンパンファイトビールかけになります。ここは選手のロッカールームでそれぞれの荷物が置いてあるのですが、ビニールが貼られて選手のロッカールームが一気に歓喜のパーティーの空間になっていきます。さあみんなそれぞれ手に取って、源田選手ちょっと待ってた、源田選手どうしました、それは大変だ、大丈夫ですか、気をつけてくださいね源田選手。さあみんなゴーグルもつけた、ちょっとフライング、フライングです、フライング。それぞれみんなビールやシャンパンを手に取りました。あ、そして大谷選手のもとにも今手元にシャンパン、そしてそれぞれが線を抜く音が聞こえてきました。ポンという音、あ、もう大谷選手のシャンパンがもう溢れて出る。近藤選手がいじってます、もう線を抜く音がザクロッと、あ、まあ、声がかかりました。中心に栗山監督、中心
爆発させる。いやー、不動産クリア。